けど綺麗な人ってすごいたくさんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、だけど美しいってなんだろうなって思い始めて、そうそう、だんだんこう自分の考え方とかも変化してきて、うん、美しいとはっていうところに行った時に、うん、この仕草美人っていうのもあのメソッドなんですが、その動きを、うん、あのやこういうことをやっているんだっていうのをあの見つけて、でそれをレッスンも自分が受けに、そういう団体があるってことですか？団体が、はい、ありますね。なるほど、はい、でそこで勉強されて、うん、で、まあ、今は教えることができる。そうですね。だから、まあ、公認講師という。はい、公認講師。先生、よろしくお願いします。いえいえ、頑張ります。なるほど、はい、いいねいただきました。ありがとうございます。まあ、美しいっていいですよね、何にしてもね、はい、あのマジックなんかもやっぱ美しさっていうのはすごくやっぱ意識するんですよ、うんうん、まあ、立ってるだけでもやっぱ美しい方がいい、ね、いいですしね、まあ、出てきた時、うん、なんとなく、うん、美しい、うん、立ってる姿が美しいとか、うん、まあ、いろいろ美しさあると思うんですけど、ね、まあ、手の動き方とかいろんなものもやっぱりいろいろ、ね、あのマジシャン仲間で、うん、あのまあ、ディスカッションなんかして、うん、こう巡った方がいいんじゃないか、こう巡った方がいいんじゃないかとか、うん、いろいろ本当に研究して、うん、まあ、人それぞれ、まあ、答えは、ね、一個じゃないんですけど、うん、まあ、いろんな考え方でやってますけどね、これ、どんな具体的にあるんですかね、どんな活動っていうのはもう言っちゃっていいですか？活動、はい、活動ですか？あ、もう一個このフジバースっていう言葉が出てきた、はい、ごめんなさい、あ、全然大丈夫です、もう質問がね、はい、こんな感じで大丈夫、フジバース、はい、藤原ひろみさんって書いて、はい、フジバースって何ですか？そうですね、あの私個人としての活動として、はい、まあ、2本の柱があるんですよ。で、うん、まずあの着物自体がそもそも私あの現在、まあ、着付け師だったりとかヘアメイクとかも仕事もやってるんですけど、自分がもう着るっていうのがすごくあの好き でとにかく私はあのこう古いあの昭和初期とか大正ロマンとかその時の着物がすごく好きで、ただその時代のものってあのすごく着づらかったり、あのキック、あ、なんていうか、帯が短かったりとか小さかったりっていうちょっと癖があるんですね。でそ の着物を、まあ、自分自身が好きで着てあの出かけることが多いんですけど、やっぱり最近ってあの着物を着る人がもう当然減ってますし、着物って本当成人式かあのそういうお祝い事しか皆さん着ない、あと花火とか浴衣ぐらいがすごく残念だなと思って、で、まあ、どうせだったら自分があのなんていうの、着物っていう形にとらわれずに、うん、ちょっとこう今っぽく、うん、ちょっとモダンに着てどこかに出かけていけるような、うん、あの環境を作りたいなっていう部分で、うん、フジバースっていうのはそういった着物を入れたりとか仕入れたり、うん、そういったスタイリングをしたりとかっていうのを個人と活動としてやってるんですね。それがフジバース、あ、うん、お店じゃなくて、そうそうそう、藤原さんの活動の一つが、はい、フジバース、はい、で公認講師というのはやはりその着物を自分が着るようになって着ていくと、実はあの洋服と違う動きの方が綺麗だなとか、やっぱりすごくこう思い始めたんですよね。やっぱりこう着物がやっぱり崩れちゃうとか、崩れる理由ってやっぱ洋服と同じ動き方をしてると、あ、ま、全く綺麗に見えないよとか、そうそう、そうそう、崩れやすいとか、そういうことをすごく感じたので、はい、その2つを、はい、今やっていると。はい、ほー、なるほど。このメソッド、あの、あれですよね、こっちの、仕草美人、はい、メソッドについてっていうのがあるんですけど、うんうん、はい、これはですか、実際少しおしゃべりしても大丈夫ですか、ね、あ、そうですね、こんなことをやる、まあ、はいはい、こんなことをやる、うん、基本なんですけど、これ女性の方だとすごい感じると思うんですけど、着物を着た時に、うん、あの帯を巻くとすごくあの重心がしっかりしないとすごく苦しかったりすごく疲れるんですね。うん、例えば現代で言うとあの最近の若い方ってあのまっすぐ立てないというか、うん、うん、なんか肩が前に行っちゃったりとか首が前に行ったりとか、例えばそう、あのまっすぐ立つって本来の基本姿勢ってどうなんだろうっていうのがあるんですよ。で、お
着物を着て、要するに呼吸法から入るんですけど、呼吸法なんですよね、要するに動きなので仕草メソッドは動きです。そっちに関連近いんですけど、あの型っていうその、みんな同じ型っていう動きを止めるっていうのではなくて、動きが綺麗に見えるっていうことになるので、まず呼吸法から入るんですね。深いですね、はい、そう、結構どっちかっていうと、まあ、柔道とか武道に近い日本、まあ、元々日本舞踊の、まあ、トップの先生がいらっしゃって、その先生がこのまま、まあ、一般の女性向けに分かりやすく綺麗に動いていただくためにっていうことで作ったメソッドなので、まずはその呼吸法で、呼吸法をしっかりすることで自分の軸をしっかり作ろうっていうところから、ちょっと深いんですけど。なるほど、はい、深いです。実はうちの袋も若柳流の師範代だったんですよね。だから生徒持って教えてたんですけど、だから着物は本当に日常にあったんですね、うちの家系っていうのはね。ですけど、なんて言うんだろう、お着物舞台上がった時のやっぱりその舞台で演じるものだったんです、僕にとっての演舞はね。だから藤原さんのお話聞いてると、日常にそれを、まあ、そうなんです、さすが、なんていうの、取り入れる、さすがキャッチ力がいう感じなのかな。そうです、日常生活なんですよね。はい、結構どちらかっていうとメソッドをやられてる生徒さんっていうのが、お若い方よりやっぱり、まあ、中盤というかで、まあ、上ですと50代とか60代とか70代の方もいらっしゃるんですけど、皆さんやっぱりそこの体の軸をきちっと整えるっていうことができてくると、やっぱりこう若々しくなってくるというか、姿勢が良くなって、はい、でやっぱりそうするともっとこう、まあ、お着物以外も、まあね、なんか前向きになってくるというか、はい、やっぱりこう、私はこうやっぱり日本女性って、なんていうのかな、前に出てく感じではなくて、やっぱり引くっていう美しさが素敵だなと思っていて、でそれが最近ちょっとなくなってきているので、なんか残念だなっていうのを感じて、やっぱりこの仕草メソッドをやることによって、そういう女性的な部分っていうのが皆さんなんか発見できたりとか、それがまた単純に仕草の一つなんですけど、人に優しくできたりとか、そういうなんか精神的な部分もすごく含まれているので、なんかそこをこう伝えていきたいなっていう、はい、なんか武士道ですね、本当に、まあ、武士道の本なんか僕好きでよく読むんですけど、私も読みますやっぱり、なんか関係するので、やっぱり潔さだったり、こう、なんていうんですかね、凛とした部分っていうのが、凛とした、やっぱりその、やっぱ日本人ってやっぱそれを感じないとかっこいいと思わないんですよね、やっぱりね。やっぱりお金があるとか、まあまあいろいろいいことはあるんですけど、それではない、なんか精神的な、なんですかね、大事なものみたいな。素晴らしいですね。美ですね、やっぱね。でもこの考え方って、なんかね、ちょっとあれすると外国での生活とかもあったみたいなんですけど、やっぱり日本から離れて日本の良さを気が付く人っていっぱいいるじゃないですか。そうですね。フランスでしたっけ、長く行って。フランスにいました。はい。フランスはどういうお勉強されてたんですか。フランスはまあフランス語もそうなんですけど、メイクも、はい、パリでやったんですけど、でも、はい、当時はかぶれてたのでなんか日本よりなんか海外の方がやっぱりかっこいいイメージが自分の中であるじゃないですか、一時なんか それでですね、向こうにいる時に日本の方がいいやって思ったこともやっぱりいっぱいあるってことですね。あります、すごい、もう日本、多分日本が一番だなっていう実際はやっぱり、そのやっぱそこが一番際立ったところってどこですかね、やっぱり精神的な、なんだろうな、まあきめ細やか、繊細、で表に出ない、前にいます今後ろにいますきめやかな、細やかな、
表に出さない、表で見てっていうわけじゃないんだけど、こうやっぱり先ほどお話ししたみたいに、あの弾いた時にやっぱり美しいという、その言葉で表せないその間の取り方、これはもう私はそう一番だと思います。アジア人の中で見てもやっぱりすごいこの間の取り方、その空間、なんていうか、その空気、空気感、この美しさを作り出すのはやっぱり日本人だなってすごい思います。そうですね、本当に。ちょっと精神的、ね、ね、本当に思います。お茶なんかもあんなに、ね、静かで、なんか喋りたくなっちゃいますけど、でもあの静けさがいいですよね、やっぱりね、すごく。その時にいろんなものを自分で考えてね、気がついたりするっていうのは ね、なかなかないですよ ね、日本以外だとね。素晴らしいですね。他にも外国行ってんですよね。他にも行きましたけど、結構まあヨーロッパが好きで、ヨーロッパは結構いろいろ回ったんですけど、あの一番驚いたのはいいですか、一つ、あのこれもすごい違うなと思ったんですけど、あのフランスの家庭で食事会があったんですよ、あのクリスマスに。でまあ朝から始まって昼になって夜までみんな一日中一緒にパーティーをするんですけど、あのお話しするときに日本の教育ってで、あの人の話を聞いてから自分の意見を言いなさいっていう風に道徳として教えられてきたんですけど、向こうの人って喋ってる時にかぶせるんですよ、私の話を聞いてっていう。でその人が振り向くまでずっとその人の名前を呼んで PR する、話を要するにかぶらないと、自分に向いてもらわないとっていう、やっぱそこのもう違う。うち大型家族なんですよ、大型ばっかりだいたいそういう感じですその話はあんまりよく聞かない。でも本当その通りで、私はそこにすごい衝撃を受けて、え、なんで喋らないのとか、なんかあなたは個性がないわねみたいな感じで言われたんですね。え、でも私の教育ってこういう教育じゃんみたいな、なんかね、すごい、それがすごいびっくり、一番びっくりして、多分皆さん、あの海外に出られた方とか皆さんそういうのまずね驚かれると思うんですけど、結構それがえぐいですガンガン来るわけですね。ガンガン来ます、本当にガンガン、あの藤原さんとの出会いっていうのが、ね、8月の12日なんですよ。まあ最近今日が20日ですもんね。そう、だから1週間ぐらいちょっと前に、あっていうね、ものすごく美味しい、あの浜松の、まあ、料理屋さんがあるんですけどね、あのもうその人が、料理人がもう隠れて、誰にも言わずにオープンしたんですけど、やっと見つけたって言って、もう本当にもうずっと満席なんですよ。行きたいみたいな。ああ、今度。なかなか予約が取れないんですけどね。はい。で、たまたま、僕の、こちらにいてくれましたもんね。で、まあ、いや、素敵だねっていう話になって、もうね、それで、あっという間でしたね。あっという間に。いや、その時も、いや、全然そういうことじゃないです。なんか、間接的にはね、なんか、Facebook とかで、こう、お友達何十人とかっていうのは、なんとなくあったんですけど、ちゃんと、なかなかお話ができなくて、おっさまから、ずっと前から聞いてはいたんですけどね。まあ、藤原さんって方がいますよみたいな。おっさまもなんか武道をやってるので、私のこの渋沢美人のメソッドの話をした時に、すごい共感してくれて、ふみさんこれは絶対子供たちにもいいよって、私もそう思ってるんですよ。だからその教育っていう部分で考えた時もすごくいいよって応援してくださってて。そうですよね。今後のビジョンとかありますか？今後ですか？世界征服。世界征服される。でも征服したらあれですもんね。全員が仕草美人で。みんな着物着て。そう、男性も。優しさにあふれる地球になるでしょ。いや本当本当。それ征服した方が僕はいいと思いますね。ちなみにじゃあ藤原さんの、はい、お話聞きたいっていう人は、どうすればいいですか？そうですね、まあホームページもありますし、あとフェイスブックも普通にひろみ藤原で出てきますし、あとインスタグラムもやってますし、そしたら、これはお店どうすればいいんですか？でそこでお話しして、そうですね、直接もう皆さん他の
レッスン受けられてる方とかは直接やっぱりメッセージをくださってるので、はい、なるほど。じゃあまずは検索してくださいということで、はい、であとはお家に行ってくれるんですか。お家に、はい、お家にも行きますし、はい、その方に合わせても、はい、これしぐさ美人をやっている方っていうのは静岡県に他にいますか。うんうん、公認講師はいないんです、ね、いない。なるほど。でレッスンされてる方は私の生徒さんでいらっしゃるっていう方、うんうん、でも多分これから増えます。まだこういうメソッドが始まって2年なんですよね。ぐらい、うん、だからこれから多分やっぱりそういう美意識の高い、うん、方たちがやっぱりもっとこう美しくなりたいしっていう思いで多分増えてくると思いますんで、男性の方も、うん、あ、いいですね。優しい、優しい。僕もしぐさ美人を目指して。そうですよね。山さんの、まあ、私、山さんのマジックはやっぱり最初に見させてもらった時に美だなと本当思ったんですよ。だから共通点がマジックと着物で並んだ時に何なんだろうっていうのをあったんですけど、私は美、山さんに言って美で共通してますよねっていう、うん、やっぱりビビビってきちゃって。ということで綺麗にまとまりました。まとまりました。この辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。次はですね、デブーマキチャンネルです。マキちゃんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。